そろそろか。オビト、お前のかつての夢は火影になることだった。ナルトはな、今でもそうなんだよ。お前は知らず知らずのうちにかつての自分と今のナルトを重ね、ナルトの言葉をかつての己の言葉として聞きたがってる。お前自身、かつての自分に否定されたいと望んでるんじゃないのか。ナルトの心の内が分かっているからこそだ。その全てを否定してやりたくてね。それともう一つ言っておくが、お前が俺に対して後ろめたく思うこと自体おこがましいのさ。俺が戦争を起こした理由がお前と凛のことだけだと思っているなら、見当違いもいいところだ。知っているのさ、全て。あの時凛は霧隠れにさらわれ、賛美の人中力にされていたこと、そして美獣の力が暴走することを恐れ、凛が自ら選んでお前の手にかかったことも。それを知っていてなぜ。俺にとって凛を守れなかったお前は偽物だ。そして凛は俺の中で死ぬべき人ではない。よって死んだ凛も偽物でしかない。こんな状況ばかりを作ってきた忍びのシステム、里、そしてその忍びたち。俺が本当に絶望したのはこの世界そのもの、この偽物の世界にだ。ナルトが言ったはずだ。心に本物の仲間がいないのが一番痛いんだと。今のお前はその本物の凛も消そうとしてるんだぞ。カカシ、俺はもう空っぽなんだよ。風穴の開いた俺の心はもう痛みすら感じない。だから一人妄想で穴を埋めようと考えてるのか。そんなもので本当に心の穴が埋まるとでも思っているのか。ではこんな世界にいてどうやって穴を埋める。オビト、心の穴は他のみんなが埋めてくれるもんなんだよ。綺麗事をグダグダと。現実を、この世界の仲間との思いを捨て切ってこそ本当の幸せがある。忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされる。けどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。そして仲間の思いを大切にしない奴はさらにそれ以上のクズだ。で、俺がクズだとしてどうする。クズな俺をクズなお前が改心させるとでも。残念だが、俺にはお前を変えられるだけのものが見つからない。もうお前にしてやれるのは死だけだ。来い。では忍び組み手始め。すまない。結局俺はオビトとこうなってしまった。だが覚悟を固めた以上、俺はオビトを撃つ。よし、リンにかっこいいとこ見せてやる。行くぞ。うるさいやつ。おらってやる。外れだ。俺ではハズレだ。
描く夢の中にいる。カムイ。大気。それだけで俺は。その考えが間違いだってことをお前なら分かってるはずだ。毎回毎回やられてばっかりなのによく飽きずに挑んでくるよね。お前のそういうところだけは認めてやるよ。やられてばっかりじゃねえよ。今の俺にはこれしかできない。俺は俺のできることを、この世界を、仲間を、かつてのオビトを守ることは、今のオビトを殺すこと。待ちかねたぞ。そろそろ俺を輪に転生させる頃だ。オビト、お前は俺を蘇らせるために手なずけておいた予備にすぎ、ここからは俺の時間だ。オビト、お前だったのか。これは。飛来神のマーキングは決して消えない。それは教えてなかったね、オビト。なぜ？あっけなかったな。あとはマダラを封印すればこの戦争も終わりだ。
何をもって終戦と決めつける。裏切り者の同胞よ。気をつけろサスケ。あいつはもう今までのオビトじゃねえ。どういうことだ。マダラに操られてるのを振り払って、あいつは最初からずっとこれになるために身を結んでた。多分十尾の力を吸い取る術だ。なんだと。お前の言ってることが正しいのであれば、やつは十尾の神中力だってばよ。